はい、本日はですね、ノースフェイスのボディバッグ4兄弟をご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、こちらにですね、以前紹介したことのあるカバンがずらっと3つあるんですね。まず1つ目っていうのがグラニュール。めちゃくちゃノースフェイスのボディバッグの中でちっちゃいやつね。まあ、なのでこれがですね、まあ、4男坊ですよね。で、次3男坊っていうのがですね、これがスイープっていう、これもめちゃくちゃ人気あるんですよね。これが一番ノースフェイスのボディバッグ界でも人気あると思うんですけど、このスイープが3男坊ですね。で、次次男坊っていうのがこのオリオンっていうバッグなんですけど、これは僕個人的に一番好きなカバンなんで、これずっと使ってたんですけども、とうとう長男坊が我が家にも来たんですね。で、これがよしおいでって言ってこちらが来るんですけども、こちらになってるんですよ。これ名前がですね、確かスピナっていう名前になってて、これもボディバッグの中で言うと、まあ、大体この4つが人気あるんじゃないかということで、こちら購入させていただいたんですけども、パッてまあ皆さん見たら分かる通りですね、何が違うのかさっぱり分からんと。真っ黒のノースフェイスってロゴが全部入ってあるけども、ほなそれがどう違うんやと、そういうふうに思われてると思うんですけども、今日はですね、一応そういうのをね、見ていこうじゃないかと。で、まあこれから夏場にかけて結構男性の方ってボディバッグ持つこと多いと思うんですけど、まあ、その時に、あ、俺やったらこの一番ちっちゃい四男坊がいいなとか、あ、俺次男坊がいいわ、俺小男坊がいいわっていうのをですね、まあ見ても言ってもらいたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まずこのボディバッグ4兄弟の価格であったりだとか、あとポケットの数とかね、収納力とか、その辺とかを見ていって、その次にはまあ用途ですよね。実際に例えばこういった財布とかね、スマホとかね、鍵とかね、こういった細々したものを実際入れていくことによって、あ、確かに俺にはこれが向いてる、いや俺にはこれが向いてるとかっていうのを分かってもらえると思いますので、まあそういうのを実際入れていこうじゃないかと。で、最後に僕がこう着用してる様子、まあこういった白 T とかよく着るじゃないですか。で、白 T 着た時にこうやって背負ったらどんな感じに見えますかと、あ、意外とこれ見た感じでかいじゃないですかとかっていうのをですね、まあ見ていってもらおうかなというふうに思いますので、そんな順番でいきたいなと思います。じゃあまずはですね、簡単に自己紹介からね、こいつらのしていきたいなと思いますわ。はい、ずらっとねこんな感じであるんですけども、この順番ですね、一番上が4男坊、そして3男坊、次男坊、長男という感じで、長男はねまたタグついてきたばっかりなんですけども、これ図をポッて見てもらったらね、分かる通り値段がね、この順番で値段になってるんですよね。上からいきますよ。上からグラニュールは4070円、次スイープが4500円ぐらいか、で次オリオンが6050円、スピナム6050円、あ、長男と次男は一緒やねんなということで値段変わりませんね。ただその次の容量がだいぶ変わってきます。この一番ちっちゃいやつは 1.5 リットルしか入らへん。これはともすれば長財布入らへんのちゃうかなって、まあ後で見てもらいますけどね、多分入らんのちゃうかなと思いますが。ほんで次このスイープが4リットルなんですね。で4リットルで 1.5 から4まで、あ、結構増えたなと思って、次は次男坊を見たらですね、意外とこれ落ちるんですね。3リットルしかないんですよ。あ、意外とスイープよりちっちゃいんやなと、4リットル3リットルって落ちてるんですよ。で最後の長男坊がこれが5リットルなんで、まあこれはね多分一番大きいなってもう見るからに分かると思うんですけど、まあこれ今ちょっと出たばっかりからちっちゃく見えるけども、これ一番でかいんですよ、もう見るからにね。だからまあまあまあそれは予想できますよと。ほんでまああとはね、重さとか見てもらったらまあこんな感じですわ。重さこんな感じで、ほんでメーカーが出してるサイズね、横のサイズが一番最初に来てて、次は縦のサイズね、ちゃうわ、最初に縦のサイズ来てますわ、13センチとか16センチとかね、縦来てて、次横のサイズですわ、30何センチ、で最後にマッチの深さというかのサイズになってるんですけど、このサイズ表記だけではわからないんですよね。なんでかって言ったらポケットがそこに付いてなかったり付いてたりようわからないことになってるんですけど、このサイズだけで見たら一番スイープがでかいんですよ。スイープがでかいってわけわからんことになってるけど、これオリオンの方が6リットルあるでっていうむちゃくちゃなことになってるので、とにかくこのサイズに関しては忘れてください。リュックの時はこのサイズ見たらダメ、実際これどれぐらい入れるかを見やならダメということになってますので、今からねその入れてる様子を見てもらいたいなと思います。ではまず上から順番にグラニュール、これちゃんちっちゃいやつで、スイープ、オリオン、スピという順番ですね。上から順番に大きくなっていく、どん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 大きくなっていく。で入れるものは、統一します。まず財布でしょ、でこのハンバーガーの、ハンカチでしょ、でこれが鍵で、エアポッツで、これテニスのティッシュ、ほんで、カードケース、スマホ、大体こんなもんでしょ男が入れる言うたら。でこれを順番に入れていきたいなと思うので、まず一番ちっちゃいやつからいきましょうか。このグラニュールから入れていきますね。グラニュールがどれぐらい入るんかっていう問題になるんですけど、ちなみにグラニュールはね、ジップがここのメインのとこ1箇所のみです。それ以外のジップはありました、後ろにありましたわ。ここにもねジップがありますよということになってるので、2つポケットがありますね。では入れていきます。長財布が入るのか、あ、ギリ入るかな、長財布閉まるんかな、これ閉まってると言うんでしょうか、これは閉まってないと言うんでしょうか、わかりませんが、これ無理やりやればいくけど傷は多分つくでしょうね。まあこれ長財布
財布入れて、で、まあ、まだもうちょっと入りそうやね、ハンカチ入れて、で、まあ、鍵もいるから鍵も入れて、でもスマホはもう入らへんから、次はここはちょっと開いてますよ、ちょっと開けた状態しかもう無理やから、このケツのとこ後ろのところで、これ何を入れんやろ、スマホ入るかな、スマホやったら入りますかね、はい、という感じで、まあ、これでもうパンパンですわ、もうパンパン。残念ながらエアポッツとティッシュとカードケースは忘れてください、あのこの日に関してはね。でこれがまず4なんぼですね、グラニュールでした。 1.5 リットルなんでこんなもんです。ほんで次スイープいきます。ほんでこのスイープですね、これはね僕は個人的にあんまり好きじゃないんですけど、嫁がねあのよく使ったりしてるんですけど、まあ長財布楽勝で入りますよね、だってこれ4リットルあるから楽勝でポツンと入りますよと。ほんで次はハンカチもこれは楽勝で入ると。ちなみにポケットの数言っておきましょうか、1箇所。ほんで上にありますわ、もう1箇所あって、何これ、薬が入ってた、いや花粉の薬が入ってた、やだ。この横にもね実はあるんですよ、この紐のとこのとこにもこういうなんかちょっと入れるもんが、何入るやろな、エアポッツぐらい入るかな、エアポッツ入る、ギリ入るな、ギリギリ入るぐらいあって、合計3箇所ですね、前上横という感じの3箇所でどんどん入れていきましょう。容量的には全く申し分ないんちゃうかな、カードも入るし、で鍵を上につけちゃおうか、でここにキークリップあるので、ここのキークリップでつけることもできますね、パチンと。で入れといたら落ちないよと。でもちろんスマホも入るので、容量的にはやっぱ4リットルあるとかなり安心できますね、こんな感じで、まあ、ちょっと重さはあるけども、まあ、余裕は全然まだあるかなというのがスイープです。そして次がオリオンですね、じゃあ次はオリオンいきます。オリオンはポケットの数がここのまず1箇所でしょ、ほんで後ろにねクッションついてる場合バージョンの2箇所目があるんですね、こっちにもティッシュ入ってる、ティッシュだらけやないかいうことなんですけども、まあ、この2箇所がポケットですね。では入れていきます。まあ、クッションある方にスマホ入れた方がいいやろうから、スマホをこっちに入れて、横にしても入りますわ、入りました、 iPhone SE ですよ。ほんで次がスマホ、財布とか入れていくんですが、ポケットとか仕切りがあるんですよね中に、だからこっちに例えば財布を入れれないね、これは広くて無理だね、だからティッシュ入れまして、ここにハンカチ入れて、でここにカードケース入れて、最後鍵はこの後ろのとこにキークリップあるけども、スマホ入れたからな、まあ刺すだけ刺すか、はい、まあ一応こんな感じでね入りました。オリオンも一応リットル的には3リットルかなんかでスイープよりちっちゃいはずなんですけど、3リットルでも全然余裕ですねこれぐらいは。ほんで次がスピナーに行きますね、一番大きいやつがこれがスピナーですね。まずポケットの数調べましょうか、1箇所多分これがメインやろ、あメインですね。でこれ中に仕切りがあって、ここにキークリップがあるよと。ほんで次が前にはなんか前にもポケットがあるよと。でこれはティッシュとか入るかな、横にもね、ここはなんていうんですか、ゴム、ちょっとゴムになってるような感じで、なんやろうな、まあペットボトルぐらい入るんかな、パツパツに。こっちもですわ、両方ともありました、これが。だから一回入れていきましょうか。財布入れるでしょ、でキーケースを前に入れようか、キーケースじゃなくてカードケースね、ここに入りました。で鍵はここにつけます、はい。ほんでスマホは鍵と一緒に入れたくないね、前にしようか、やっぱりこれカードケース入れて入らへんわ、カードケースはこっちに入れて、スマホだけこっちにしようか。ほんであとはティッシュとハンカチをポイント入れて、まあ、仕切りがあるんでね、この仕切りの内側に鍵を入れといてもいいでしょう。そして遊ばないでしょう。で、あとスイープで忘れがちなのはね、さっき言ってたね、この横側にね、あのエアポッツ入れたままにしてるんですよね。今気づいたけど。こういうこともあるので、ここは結構要注意かもしれませんね、スイープの。で、スピナーやからこの横側に入れるけど、でもこれは落ちる可能性あるから、まあ、ここで絞れるけどね、ここでギュッて絞れる、絞られへんわ、これは。絞られへんやつやったら、なんか引っ掛けるやつでしたわ。そやから落ちるかもしれんから、これはまあペットボトルとかでしょ。飲み物ぐらいピュッて入るんちゃいます?以上が収納力になっております。はい、ということでね、最後はね、この背負ってる様子っていうのを見てもらいたいなと思いますが、まず最初はグラニュールから見てもらいたいなと思います。この一番ちっちゃいやつね。で、この一番ちっちゃいやつなんですけど、まあ、背負ってる感じ的にはやっぱ軽いからね、背負い心地としては全然問題ないんですけど、ただね、こう結構チープ感あるんですよ。後ろがこうクッションがなかったりするし、あと背負ってる姿見ても、いや、そのちっちゃいサイズいるって僕個人的には思っちゃうんですよね。やったらもうちょっと大きくしたらええやんと思っちゃうので、1.5 リットルって結構微妙に使わへんサイズ感かなって、まあ個人的には見てて思うんですけど、まあこれぐらい小ぶりな方がいいっていう方もいらっしゃるのでね、まあこれが一応グラニュールという一番小さい 1.5 リットルのモデルですね。ほんで次がですね、このスイープって一番人気あるやつですよね。言えてないけどね、言えてなかったけど、まあ一番人気あるやつです。でこれ背負ってる様子見てもらいたいんですけど、やっぱこれぐらいのサイズ感になってくるとね、あ、いいバランス的にちょうどいいんですよ。僕ちょうど178、何がちょうどか分からないけど、178センチ、69キロなんですけど、それやったらサイズ感的にもね、やっぱメンズの方が男性持つって考えると、まあ、これぐらいのサイズ感が一番ぴ
ったりやし、まあ、これやったら女性的にもサイズ的には問題ないかなと思います。だからまあシルエットのバランス的に綺麗やからやっぱ売れるんですよね。人気あるんかなとは思うんですけど、ただ僕個人的にはね、この動画でも以前言ってるんですけど、やっぱチャックの向きがね、こう前面に対してあるので、開けるとね、荷物結構入れてる場合って落ちるんですよね。開けた瞬間ボロボロボロって落ちていったりして、まあ、スマホとか入れてたりしてちょっと危なかったりするし、あとスイープの弱点であるこのジップが引っかかるんですよね。これはね、あの結構痛いんですよね。痛いというか残念なポイントで、ジップがこう引っかかりやすくなってるっていうところが、スイープあるあるなんですけど、まあ、見た目的には綺麗になってるんちゃうかなと思います。で対してね、次オリオンなんですけど、オリオンもパッて見てもらうとね、そんなにスイープとの違いないんですよ。だからシルエット的には結構このサイズ感、いや3リットルとか4リットルぐらいって男性が持つにはぴったりやなと思うんですけど、これのええところはね、今言ったスイープの弱点を両方とも解決してるんですよ。で何かって言ったらジップがまず上向いてますよと。だから開けても物がボロボロと落ちひんのですよ。だから安心して、あの普通にチャリンコとかも乗れるし、チャリとかこう前傾姿勢になってて開けても落ちることないということになってて、でなおかつ生地もね、あのジップが噛みにくいように仕様になってるので、こう開けるのとか閉めるのにストレスが全くないんですよ。だからまあ僕は個人的にオリオンがおすすめですよって言うんですけど、まあ値段がね確か1000円ぐらい上がるので、まあ、それ考えるとどうなんかなとは思うんですけど、まあ、まあ結構頻繁に使う人やったら1000円上げてでもこっちにした方がストレスはないと思うんですよね。だけど1000円変にケチるとストレス出てくるんちゃうかなって個人的には思うんですが、まあ、見た目的には綺麗ですよね。スイープもオリオンも。で最後スピナ、これが5リットルあるのでちょっとぐんとサイズ感は大きくなるんですけど、パッて見てもらったらね、やっぱりちょっと確かに見た感じ、あ大きいなみたいな、こうでかいなっていう感じがあると思うんですよ。バランスがいいなっていうよりかは結構存在感がある。でそれこそ身長僕178あってもこれぐらいサイズ感っていうか存在感あるので、まあ、もし小柄な男性の方とか女性が持つとするならば、ちょっと大きいんちゃうかなっていうのがこう背負ってる様子なんですよね。だからまあまあその辺はね、あくまでも個人のこう見方とかや考え方なんで、まあ、人によって違うとは思うんですけど、まあ、僕個人的にはそういうところも踏まえて、まあ、一番使い勝手いいのはオリオンかなと思ったりするんですけど、まあ、用途とかによっては若干変わってくるっていうところもありますので、まあ、これがねノースフェイスのボディバッグ4兄弟ということになっておりましたということになってますね。まあ、他にもノースフェイスのバッグとか何個かあるんですけど、まあ、この4つがね一番代表的でボディバッグで比較されやすいので、まあ、今回は動画にしてみましたので、まあ、またこの辺のね使ってへんカバンなんかをねレンタルに出したいなと思ってますので、ちょっと一回試してみたいなっていう方なんかはね、またあのレンタルからの方から見てもらったらいいかなというふうに思います。あのバッグだけじゃなくて洋服とかも出していこうかなと思ってるので、まあ、またどっかでアナウンスはしてると思うんですけど、まあ、この辺でね今日はあの終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイスボディバッグ4兄弟を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。